なと思います。東京浜松町にひっそりと店を構える怪談喫茶、土曜の夜にだけオープンするこの喫茶店では、さまざまな怪談があなたの入店をお待ちしています。さあ今夜の怪談喫茶がオープンするようです。伊沢しおりの怪談喫茶。皆様、怪談喫茶へようこそいらっしゃいました。パーソナリティの伊沢しおりです。毎月さまざまなホラーをお届けする唯一無二の怪談レーベル、竹書房怪談文庫とコラボした番組、伊沢しおりの怪談喫茶、今宵も無事にオープンしました。2回目の開店でございます。どうだったね、みんな。初回放送聞いてくれましたか？私もね、聞いたんですけど、めちゃめちゃ編集凝ってくださってありがとうございました。すごいさ、 BGM とあとこのねオープニングもさ、すごいなんか洒落た番組始まったなっていう。で、私のどうでもいい話もちょっと華やかにお化粧していただいてありがとうございました。おかげさまでめちゃめちゃ評判よくって、ハッシュタグのね、かいちゃという、あれも追って見てたんですけど、すごい面白いとか、あとうちのね家族もね大絶賛しておりました。あと竹書房さんの作家の皆様も聞いてくださったみたいで、前回ね私の推し作家のつくね乱造先生が好きだっつってメールもねいただいてましたけど、つくね先生も聞いた感想とかをねツイートしてくださって、本当にありがとうございました。今後もちょっと面白いのが継続していくようにね頑張りたいと思います。今回はたくさんメールもいただいているので、ちょっと多めにね紹介していけたらなと思っております。さあ、そしてすごいねタイムリーなんですけど、ちょっとお知らせがありまして、私天心半太郎さんプロデュースのハートフル怪談朗読、あった怪談、心温まる怪談というイベントに出演させていただくことになりました。わー、天心半太郎さんと、あとまあ、芸人本当芸人のありがとうっていうね、ありがとうのアミさんっていう、まあ、怪談をすごくたくさんプロデュースしてるっていうか、怪談イベントとかもねされてる方がいらっしゃるんですけど、アミさんが組んでそのあった怪談というイベントを企画されたそうで、今回が、2回目になるんですよ。前回は、男性声優さんが、その朗読をして皆さんを泣かせてくれたらしいんですけど、今回は全公演女性声優なのかな。で、私はですね5月3日金曜日の回に出演させていただくことになりました。まだ台本とかは見てないので、どういうお話だよとかわからないんですけど、まあ、とにかくその前回の時もね、開始早々みんなもう会場中って感じだったらしいから、すごい泣けるお話が来るんじゃないかなと思っております。みんなさ、怪談で泣けるってどういうことって思ってる人もいるでしょ。あるんだよ泣ける怪談って。まあ、つまり大体は母の愛とかおばあちゃんの愛とか、わかるあとペット、亡くなったペットがなんかピンチの時に助けてくれたもう泣けちゃうこういうお話、多分私の中ではこういうのじゃないのかなと思ってるんですけど、朗読がねあるんですけど、楽器の生演奏に合わせて読むらしくて、だから間違っちゃいけねえなってちょっと気合い入りますけどね。そうなので、ぜひですね皆さん見に来てくださると嬉しいなと思います。あとね配信もあるんですって。なのでぜひ興味あるよという方、チケットの方を調べてもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それではですね、そろそろ始めていきましょう。今夜も極上の怪談をご堪能ください。伊沢しおりの怪談喫茶。この番組は竹書房怪談文庫、文化放送 A&G アカデミーの提供でお送りいたします。改めまして伊沢しおりです。さあ、それではですね、番組にたくさんメールいただいておりますので紹介していきたいと思います。まずこちら、
三浦脇さんからいただきました。ありがとうございます。伊沢さんこんにちは。怪談ということで放送時間が深夜ではないことに安心しているのですが、確かに幼少期に聞いた怪談ほど怖いものないと思いませんか。あまり怪談を読まないのでこれを怪談と言っていいのか分かりませんが、当時ベッドの下に男がみたいな話で、毎晩ベッドの下を恐怖に怯えながら覗き安全を確認するのが習慣になっていたのに、今では定番だなと思うだけになってしまいました。大人になり現実とそうでないものの区別がつくようになったのは安心感はありますが、怪談においては少し寂しくもあります。伊沢さんは幼少期に印象に残っている怪談はありますか、というわけでいただきました。これね、ベッドの下に男の人がって、これは流行った、まあ、都市伝説寄りの怪談ですけどね。女子会をさ家でしてたら、急にその友達がね、ちょっとコンビニに行かないみたいな言い出して、でもさっき別に必要なものないし、いいからいいから早くコンビニ行こうみたいな言って家から連れ出して、どうしたのって言って、今あんたベッドの下に包丁持った男がいたよみたいなやつね。これ有名なやつ、これは流行ったから私も実際ベッドの下怖いなと思ってたけど、私はベッドの下の隙間にぎゅうぎゅうに荷物を突っ込んでいるタイプの子供だったので、 あそこに入る隙間はないなと思ってそうで、今のベッドもベッドのなんていうの、下がさ引き出しになってるタイプだから人は潜めないので大丈夫ですって思って、私がでも子供の時に印象に残っているといえば、まあ、学校の怪談がやっぱり世代としてはねあるので、もちろんそのトイレの花子さんとかさ、その辺は忘れられない話なんだけど、これね口に出したくない、あのさ、んーの鏡ってわかります？20歳までその言葉を覚えていると呪われてしまう。そう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 、今作家さんがね文字に書いてくれたけど、きっと聞いてるのは大人が多いと思うからあれなんだけど、まああるなんとかの色のね鏡っていう言葉を20歳までに覚えてるといけないっていう、あれ本当にさ子供の時、それこそ小学生とかだから10歳とかでさ知っちゃうとさ、10年間の間にもう早く忘れなきゃっていうね、ああいう系の怪談は未だに苦手ですね。そのいわゆる この言葉を覚えてる人のところに会議が行くよみたいなんとか、意地悪な話だよ、これ今でも印象に残ってる。さあ続いてこちら、遊撃手石川さんからいただきました。伊沢さんこんばんは。こんばんは。さて、怪談にもいろいろジャンルはあると思いますが、私は幽霊より生きている人間の方が怖いといういわゆる人怖な話が好きです。わかる？ノンフィクションライターの方やアンダーグラウンドな界隈に詳しい方の語るちょっとやばい人の話を聞いていると、一歩間違えたら遭遇してしまうのではというリアルな怖さがあるかと思います。伊沢さんは幽霊怪異系がお好きだと思いますが、人怖系のお話いかがですか？いや私人怖系大好きよ。まあそうね、あれは怪異だったのか実際に生きてる人の悪意なのかどっちなんだみたいなお話、結構怪談読んでるとありますけど、やっぱねよくさ怪談読んでるとさ、幽霊で今妖怪とか幽霊とかいっぱいジャンルあるんだけど、怖いのはさ生き霊系なんですよねえ。そう、生き霊系が編集さんがすごいうなずいてくれてる。生き霊って皆さんご存知ですか？生きている人の強い念が飛んできちゃって、なんかこう害を及ぼしてきたりするっていうやつなんだけど、普通の幽霊より生き霊の方が厄介っていうのが、まあ大体そのオカルトとかホラー界隈ではみんなが言うことなんですけど、なんでかってやっぱり生きてる人間の方がエネルギーが強いからなんて。そうだから払ってくれたとしてもまた繰り返しつくみたいなことがあるの。結局生きてるからさ、やっぱエネルギーですよ。夜道とか気をつけてほしい。続いてこちら、バードマンさんからいただきました。怪談ソムリエのしーちゃんこんばんは。こんばんは。今日は僕の地元に残っていた不気味な風習を紹介します。ありがとう。第1回であれですね、
みんなの育った土地にしかない何かこう特殊な風習とかあったら教えてって言ったら早速来ました。ありがとう。この風習は節分の日に行われていました。一般的な豆まきの後、自分の年齢と同じ数の豆をティッシュなどの紙で包みます。そして日付が変わる深夜0時にその豆を入れた包みを持って家から一番近い四つ辻に行き、四つ辻の角にその包みを置いてきます。包みを置いてからの帰り道は会話をしてはならず、さらに絶対に振り向いてはいけない。怖いじゃん。振り向いてはいけないのです。子供の頃怖くて母の手を握りしめて家に帰ったのを覚えています。翌朝早くにその四つ辻へ行っても豆や包み紙の形跡は全くありませんでした。一体何が豆を取りに来るのか、帰り道で振り返ったらどうなるのか、未だに分かりません。これが僕の地元に残っていた不気味な風習です。この階段界隈的に四つ辻ってさ、あれなんだよね、怖いことが起きる。そうなんですよ、いいワード持ってきたな。四つ辻、家のそばにさ四つ辻ってある？そんな都合よく交差点ってこと？四つ辻すごいね。振り向いちゃいけないってまた怖いですね。不思議。なんかさ、お盆とかだったらなんとなくわかるんですよ。そういうこうお供え物置いて振り返らず帰ってみたいな。なんで節分なんだろうね。気になりますわこれは。確かに豆まきとかやりますか？ちゃんと。なかなかね、家族と離れてさ一人暮らしとかになると豆まきしないとかなりますけど、私はちゃんとね、一応あの節分のさ、なんつうの、豆パックみたいな買ってきて、でもバラバラにしちゃうと拾うの大変になるから、もう袋ごと、あの小分けのさ袋ごとオラオラっつって投げてで、そう投げっぱなしすると忘れるから、オラって投げてすぐ回収するみたいな感じの節分をねやっておりますよ。いいよ、みんなこういう感じのどんどん教えて。多分本当にこうずっとやってる方はさ、あんま特殊だと思ってない可能性ありますからね。たくさん、あ、もうお時間ですか。ありがとうございます。皆さんからのお便りをこれからもどんどん紹介したいと思いますので、ぜひ身の回りに起こった不思議なことなど、好きな怪談のこととか、いろんなお便り待ってます。さあ、それではこの後は怪談朗読のお時間です。野上さんは高校時代演劇部に所属していた。高2の時、学祭公演でホラーをやろうと盛り上がり、その頃話題になっていたリングとブレアウィッチプロジェクトをいい加減に混ぜたようなオリジナル脚本が出来上がった。2000年頃の話だ。森の奥にある呪いの井戸を大学のオカルト研究会が調査に行くという筋書きで、野上さんの役は知らない古井戸の夢を見て、そこから顔を覗かせた女に、おいで、と誘われる女子大生だった。舞台に設置する直径1メートルほどの大きな石積みの丸井戸の張りぼても、段ボールと粘土で作られた。ある日の放課後、野上さんが委員会の仕事で遅れて、稽古場の多目的教室に入ると、いきなり怒鳴り声が飛んできた。あんたたちはさ、見ると他の演者の子たちがうなだれて並んでいて、先生に怒声を浴びせられている。あらら、巻き込まれるのが嫌だったので、野上さんは説教が終わるまで遠巻きにしていようとその場で立ち止まった。先生の怒りはヒートアップしていく。信じる心が何にもないじゃない。みんな本気で信じてないんでしょ。それじゃ伝わらないよ。本当にここが森で、井戸で女が死んだんだって本気で思ってないでしょ。彼女は教室の中央に置かれた井戸のセットを指さしてヒステリックに言う。誰かが真剣さに書いた振る舞いをして逆鱗に触れたのだろう。まだ本番には日があるのに、そんなに怒らなくても、と野上さんが思っていると、
本当にここが井戸だって信じることができてたらね、本当になるんだよ。そう叫んで、先生は丸井戸にぴょんと飛び込んで、そのまま視界から消えた。野上さんはぎょっとした。セットの高さはせいぜい30センチ。膝くらいで大人がかがんで、身を縮めたって見えなくなるはずがない。ややあって、ジャボンという水の立つ音が教室中に響いた。その瞬間、無言でうなだれていた部員たちが、はっとしたように顔を上げ、互いを見合わせる。野上さんも、それを急に思い出した。ねえ、今の人、誰？知らない女だった。なのになぜか、その場にいた全員が、それが井戸のセットに消えるまで、顧問の先生だと思い込んでいた。もちろん、井戸を覗いても、教室の床があるだけだった。そんなことがあって、ホラーはやめとこうということになり、学祭公演は急ごしらえで作ったロミオとジュリエットのパロディーの喜劇をやって、はちゃめちゃに滑ったという。お聞きいただいたのは、16、貝の産声収録の宿屋ヒルベルトさんの学祭公演というお話でございました。怖いね、これは。前回よりちょっと怖めのを選んでみましたが、集団で見たということですね。その場にいた人みんなが見てた。しかも知らない人だったのに先生だと思っていたって。不思議ですね。これはでもまさにあれだよね、その怖い話をしている時に怪異が寄ってくるみたいな、よくありますけど、怪談を取り扱おうとしたらなんか出てきた。でもちょっとなんか説教しに来たっていうね。本気で扱わないとダメだからちゃんとやってなんか違う意味の怖さの方が強い気がしますよね。ちょっと本気でやらないとって。演劇の先生いるからね、こういう本当なんかその理不尽だなみたいな感じだけど、全然真剣じゃない、もう一回本当わかんないみたいな人いるけどどこから寄ってきたんですかね、このこの番組も知らない作家がブチギレる。あ、怪談やるのに全然本気やってないじゃんって、めっちゃ嫌だなそれでもパーソナリティのプロでもいいですけどね。鷲崎さんあたりさ来てさえ、何しーちゃん怪談やってんの、全然本気でやってないじゃんって来たらそれちょっと楽しいなと思いますけど。さあ、ということで続いての怪談もお届けしたいなと思うわけですが、続いてお届けするのはですね、竹書房怪談文庫サイト内にて実施中の怪談マンスリーコンテストに投稿された中から、最強賞という賞を獲得した怪談でございます。3月のテーマが散歩にまつわる怖い話ということで、募集をしていたそうです。じゃあこちらの作品お聞きください。高近さんはある時妙な夢を見た。それはもう10年も前に別れた彼女恵美さんと一緒に散歩をしている夢である。高近さんと恵美さんはやけに霧の濃い山道を手をつなぎながら歩き、どこかへと向かっている。ただそれだけの夢。高近さんは起きてすぐに彼女に何かあったのでは考えた。迷った挙句、高近さんは恵美さんに電話をかけた。もうすでに10年間も使っていない電話番号である。普通に考えたらつながる確率の方が少ないが、奇跡的にもそれは彼女につながった。恵美さんは電話に出てすぐ高近さんにこう聞いた。
何かあったんだよね、と。何でも昨晩、恵美さんの夢に高近さんが出てきて、一緒に手をつなぎながら霧の濃い山道を歩いていたというではないか。驚いた高近さんが自分も同じ夢を見たと告げると、恵美さんは、あの山道って一緒に出かけた旅行で最後に立ち寄った場所だよね、と聞いてきた。その言葉に瞬時に記憶が蘇る。確かにそうだ。旅行の最終日、近隣の神社にお参りしてから帰ろうということになって、早朝に二人で散歩をしたはずだった。だが、高近さんの記憶はそこまでで、その後に立ち寄ったであろう神社のことや、旅行を終えて家まで帰った記憶すらないのだ。どうやら恵美さんの方も全く同じ様子で、なんなら家に帰った後、どうして私たちって、そのまま別れて会わなくなったんだっけ、と、その理由すら覚えていないという。確かにそうだと思った。実際高近さんも、恵美さんに別れ話をした記憶もなければ、別れに至る原因すら覚えていないのだ。ただその旅行から帰ったと同時に、パタリと会わなくなっただけの話なのである。あそこで何かあったんだっけ、と、二人の声が重なる。そして、どちらからともなく、機会があればもう一回、あの場所に行ってみようか、という話になり、電話を終えた。だがその機会はなかった。後日、高近さんがかけた電話番号は、現在使われていないというガイダンスが流れるばかりで、もう恵美さんと連絡を取る手段は失われてしまっていたのである。お聞きいただいた怪談は、筆物さんの記憶にない別れ際でした。はい。ねえ、記憶なくなるって怖いよねって私はすごく思うんですけど、でもさ、お酒が好きな人たちはさ、たびたび記憶なくすじゃん。私ね、一切お酒飲まないから本当に理解できないのだけど、なんかちょいちょい聞くじゃん、お酒の失敗談とかでさ、いや全然覚えてないんだけど、なんか家には帰れてたんだよねみたいなさ、そんなんさ恐怖でしかないのにさ、何、なんでさ何回も繰り返すの。結構みんなさ、あははーみたいな感じで言うじゃん。どういうこと？ある意味人怖ですねじゃないよ。いやすごいよね。なんかでも私テレビか何かを見てた時に、あれはいわゆる記憶をなくしているんじゃなくて、そのお酒を飲んでいる間に海馬、記憶を作る脳の海馬が麻痺して、もう記憶されてないんだって。もう全部垂れ流しているから記憶がないらしいんだけど、だからまあ実際記憶がないとはまた違うのかもしんないけど、これ特にね、カップルがさ、なんで別れたのか覚えてないで10年間って、でまた今度会おうねって言ったら連絡が取れなくなった。彼女は今もいるのかな。いや怖いです。はい、というわけで、こちらがマンスリーコンテストに投稿されたお話だったということで、こういう感じでですね、この番組では今後も極上の怪談を朗読していきますので、お楽しみにしていてください。それではここで竹書房怪談文庫からお知らせでございます。来週水曜日4月24日に大阪ロフトプラスワンウエストにて、阪急沿線怪談の観光記念イベント、阪急沿線怪談会議が開催されます。現在来場チケット、配信チケットが好評発売中です。ぜひ怪談文庫公式サイトをチェックしてみてください。そして怪談マンスリーコンテストでは、ただいま草木にまつわる怖い話を募集しています。こちらも公式サイトよりどしどしご応募ください。皆様のご投稿お待ちしております。続いて A&G アカデミーからお知らせです。
現在ラジオパーソナリティコース、イベント&コンサートディレクターコース、 A&G 動画コースの3つのコースへの応募を受付中です。こちらは4月30日締め切りとなっております。そして6月9日日曜日に無料体験説明会を開催します。声優の鈴村健一さんを迎えしてトークイベントを実施。 MC がなんと鷲崎武さんという、もうこんなん普通にトークイベントじゃん、すごいですね。アニメ声優ラジオ業界を目指す皆さんに向けてお届けします。現在お申し込み受付中ですので、詳しくは公式サイトをご確認ください。以上お知らせでした。お送りしてきました伊沢しおりの怪談喫茶、閉店のお時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからお便りお待ちしています。私へのメッセージや好きな怪談のお話など何でも OK です。メールアドレスは怪談@joqr.net、 kaidan @joqr.net です。そしてこちらの番組隔週更新となります。次回の更新は、はあ、もう5月です。5月4日土曜日となりますのでお楽しみに。またこの番組のアーカイブは放送翌週火曜日の夕方、文化放送 A&G の YouTube チャンネルにアップされますので、もう一度聞きたい方はアクセスしてみてください。今日はちょっとその前回放送した時に、もうちょっと怖い怪談も欲しいかもなみたいな感想をね見かけたから、ちょっとだけコア度を増してみましたが、いかがでしょうか。どうかな、初心者の方まだついてこれそうですか。夏が一番怪談シーズンだからさ、夏に向けてこうちょっとコア度を上げたりしていきたいですけどね、どうでしょうか。さあということで、お店を閉める前にですね、浄化のお時間に参りたいと思いますが、今回はなんとラジオネームブンブンさんからいただいたんですって。ということで浄化方法を紹介したいと思います。呪文系として不動明王のマントラ唱えてみてはいかがでしょうということで、不動明王の印を結んでナウマクサマンダバサラダンカンと言いましょうということでいただきました。まあね、不動明王様は何でも払ってくれるでおなじみ何でも払ってくれるでおなじみっていうわけじゃないですけど、まあ、強いね神様で、よくそのなんていうかな、出てきますよ怖い話に。ということで、じゃこちらをねやってみたいと思うんですが、マントラを唱えることで心を支配していた迷いや欲望、煩悩が取り除かれ、これによって新たな気持ちで物事を前に進めることができるそうです。印の結び方は、皆さんは文明の利器インターネットをお持ちでしょうからインターネットで調べていただいて、まあ雑に紹介すると、自分一人で恋人つなぎをして手をねこうニョキって説明が下手くそ、なんていうの、人差し指を合わせて恋人つなぎ、まあインターネットを調べてください。はい、これをして、それでは清めます。ナウマクサマンダバザラダンカン。清められた。怖い人は何回も唱えてください。はい、ということで、安心して今夜も閉店でございます。次回も素敵な怪談との出会いをお楽しみに。ここまでのお相手は伊沢しおりでした。またのご来店お待ちしています。伊沢しおりの怪談喫茶、この番組は竹書房怪談文庫、文化放送 A&G アカデミーの提供でお送りいたしました。